皆さんこんにちは。私は富山大学薬学部長を務めております松谷雄二です。それではこれから富山大学薬学部の紹介をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず最初のスライドですが、こちらには薬学部のスローガンを掲げさせていただいています。高き連峰、薬師への挑戦です。このスローガンはこちらの写真にあります通り、杉谷キャンパスの薬学部研究棟正面玄関のロビーに掲げられております。そしてこの高き連峰、薬師への挑戦の意味するところですけれども、こちらの写真には富山で特徴的な立山連峰の写真が写っております。この最初の高き連峰といいますのは、この富山が誇る3000メートル級の山々が連なる立山連峰を表しています。そしてこの立山連峰にはこの一番右側に薬師岳という山があります。このスローガンの薬師といいますのは、この立山連峰の南側に位置するこの薬師岳を表しています。高き連峰といいますのは、富山大学薬学部が薬学や創薬科学のいろいろな取り組むべき問題、解明すべき問題、難題に見立てています。そして薬師への挑戦、この薬師というのは薬剤師だけではなくて創薬研究者も含めて、この薬のプロフェッショナル、いわゆる薬師を目指して、我々教員そして学生一同が精一杯チャレンジをする、そういう意味を込めております。皆さんもぜひ薬の富山、歴史のある富山で薬師を目指してもらえたらと思っております。こちらには富山大学の杉谷キャンパス、医薬系キャンパスの図を表しています。こちらには薬学部研究棟、それから医学部医学科の研究棟、それから医学部看護学科の研究棟、そして和漢医薬学研究所と附属病院ということで、医学薬学に関連するすべての部局がここに集まっています。そして薬学関係ではこちらに薬用植物園、それからさまざまな資料展示がなされている薬学研究資料館、それと民族薬物資料館もこのキャンパス内にあります。このようにこの杉谷キャンパスでは医学、薬学、看護学、こういったいわゆる医療系の関係が一堂に会した絶好のロケーションメリットがあるというふうに言えます。この杉谷キャンパスは今ほど申し上げました通り、医学部、薬学部、附属病院、和漢医薬学総合研究所が一堂に会しているわけですけれども、こちらの写真のようにここは講義実習棟になります。それから医療系に特化したいろいろな専門書、雑誌類が多く所蔵されている医薬学図書館がこちらの写真になります。そしてこちらの写真は、これは薬学部附属の薬用植物園となっています。こちらでは約2000種類もの薬用植物が栽培されておりまして、国内でも最大級規模の薬学部所有の薬用植物園となっております。そしてこちらは民族薬物資料館の写真となっています。さまざまな貴重な民族薬物が数千数万という数、このような形で展示がされている場所となっています。このように富山大学杉谷キャンパスのキーワードといたしましては、一つは和漢医薬学、和漢薬や漢方薬を含めたこういった和漢薬の教育研究というのがまず一つです。そして東西医薬学、これは東洋医学、それから西洋医学を融合させた、そういった医学薬学の取り組みというところも大きなキーワードとなっています。こういったところから薬学部では医学部、それから附属病院との連携、
そして和漢医薬学総合研究所との連携を通して、医学薬学関係の教育研究を展開してきております。こちら少し話は変わりますけれども、こちらには全国の薬学網を持つ大学の数を示しています。国立大学が14、公立大学が5、私立大学が60、こちらは2023年度のデータですけれども、国公立大学に比べると私立大学が相当に大きな数を占めていることが分かります。で、ここ富山大学は国立大学になりますけれども、こちらの表には国公立大学薬学部の入学定員が示されています。入学定員はこちらですけれども、おおよそ100人前後が多くなっています。そして薬学部を考える上で重要なポイントですが、薬学部には6年生課程とそれから4年生課程、2つの課程があります。後ほど詳しく述べますが、6年生課程は主に薬剤師の養成、そして4年生課程は主に創薬研究者を養成する、そういう学科というふうになっております。大学によって6年生課程の方が多くなっているところ、それから4年生課程の方が多くなっているところ、大学の特色によっていろいろありますけれども、ここ富山大学においては6年生が70名、それから4年生が35名ということで、2学科が並列している、そういう形となっております。で、薬学を学ぶということの中身ですけれども、こちらには3つのキーワードがあります。薬を知る、作る、それから使うと、この3つのポイントです。先ほど申し上げました通り、富山大学薬学部においては6年生と4年生2つがあります。6年生は薬学科、4年生は創薬科学科というふうに名前が付けられています。で、どちらの学科も薬を知ると、知識面で薬を知るということは当然必要になるわけですけれども、薬学科におきましてはそれに加えて薬を使う、適正に使用する、そういったことをしっかり学んでいく、すなわち薬剤師を養成するということが主目的となっています。一方で創薬科学科では薬を作るということで、こちらは新たな新薬を生み出すというところで、創薬研究者の養成というところに主眼が置かれております。こちらのスライドにはアドミッションポリシー、これは入学者受け入れ方針と呼ばれるものですが、こちらを富山大学薬学部ではこのように掲げております。6年生の薬学科では薬剤師としての高度な学識と職能、医薬品研究や臨床開発に携わる、東西医薬学の融合による統合医療、あるいは医療や保健衛生の分野で社会に貢献といったことで、このような形での薬剤師を目指したいという、そういう人材を募っています。で、創薬科学科におきましては薬学関連の研究分野で国際的に活躍ですとか、新薬の研究に携わる、それから疾患に関連する現象や物質に対する興味と探究心、そして生態メカニズムの解明やそのための新しい方法論の開拓ということで、このように創薬研究で活躍をしたい人ということが入学者受け入れ方針ということになっております。で、こちらのスライドには薬学科、それから創薬科学科、それぞれのカリキュラムの進み方を簡単に示しています。薬学科におきましては3年次までにさまざまな薬学の専門教育を学んだ後、3年次後期から各研究室に配属されて、そして卒業研究が開始されます。そして薬学科の最大の特徴としては、5年次から始まる病院薬局におけるいわゆる臨床実務実習と呼ばれるもの、こちらおよそ6ヶ月間の実習をこなすということがありまして、でそれに先立って4年次後期にはその臨床に出ていくための事前学習といわゆる臨床前実習というものがあります。そして6年次の10月から11月にかけて卒業研究のまとめを行って、最後卒業をするとこの6年生の薬学科卒業という形になり、この段階で薬剤師国家試験の受験資格が得られます。
そして薬剤師の資格を取った上で社会に出て、さまざまな職業で活躍していくわけですけれども、中にはその上の大学院ですね、こちらには博士課程が4年間大学院としてあります。こちらではさらに臨床薬学などの研究を深めていきたいという方が大学院に入学してさらに勉学を深めていくという形 で4年間を収めますと博士課程終了となって博士括弧薬学の学位を取得することができます。そして創薬科学科ですけれども、こちらは研究室配属そして卒業研究の開始が3年次前期とかなり早期から始まることが特徴であるのと、それからもう一つは2年次後期から専門コースに分属すると、こちらまた後で詳しく述べますが、専門コース分属ということで早期から研究に対する意識というものを持ってもらうようなカリキュラムになっています。そして4年間の学士課程で卒業した後は、こちらの創薬学科においてはほぼほぼ全員がさらに大学院に進んで2年間の修士課程に進んでいきます。そして2年経つと修士の学位を取得することができます。ここでさまざまな分野で就職する方もおられますが、少なからぬ方がこちらもさらに3年間の博士課程に進学して博士の学位を目指すということが言う方がたくさんおられます。そして最後には博士括弧薬科学の学位を取得することができます。こちらはちょっと細かな図となっておりますけれども、こちらは富山大学薬学部の教育の全体的な概念図を示しています。この左側の方が薬学科定員70名ですけれども、一般選抜、総合型選抜、あるいは学校推薦型選抜で入学してくるわけですが、1年次では主に五福キャンパスと呼ばれるところで教養教育を中心に学びますけれども、その後はこちらに書いてある臨床実習をはじめとした医療人教育を強化しているということと、それから最近は特に求められている医療データサイエンスの教育ということにも力を入れています。また問題解決力を醸成するという意味での卒業研究にも取り組みながら卒業を目指し、そして卒業後はさらに博士課程に行かれる方も中にはおられるという形です。最終的には冒頭でも述べました住谷キャンパスのその医薬系キャンパスであるということのメリットを生かして、医薬密接連携型の先駆的薬剤師の養成を目指しております。こちら右側は創薬科学科定員35名ですが、こちら一般選抜および学校推薦型選抜で入学してきます。1年次は同様ですけれども、2年次からはより研究志向というところを意識してもらうために特別専門実習と呼ばれる研究室ローテーションの実習が組まれます。そして富山大学薬学部の強み特徴である3つの専門コース、これが脳科学専門コース、それから先端創薬学専門コース、そして和漢医薬学専門コース、この3つのコースに分属してそれぞれの特徴的な学びを深めます。そして卒業後は大学院へとさらに進学していく。そして創薬科学科におきましてもこの医療系キャンパスということですので、医薬密接連携型の先端創薬研究者の養成を目指しているという形になっております。このような形で薬学部あるいはその大学院を卒業した後どういう社会での活躍の場があるのかというお話ですけれども、薬学部の卒業生におきましては非常に多彩な活躍の場があります。こちらに記載しています通り、まずは薬を作るということに関しましては製薬会社、医薬品販売業務、ベンチャー企業、こういった探索研究、開発研究、それから臨床使用といったようなさまざまな職種で活躍することができます。こちらは創薬科学科はもちろんですけれども、薬学科においてもこういった活躍の場は当然あります。またこちらは薬学科を出た薬剤師のみの話ですが、薬を管理する、これは主に病院あるいは薬局での薬剤師職、それからこちらに製薬工場と書いてますが、製薬工場におきましては品質あるいは製造の管理者としての薬剤師の資格を有する人が必須となっています。こちらでの活躍もできます。また
こちらでは行政職、いわゆる公務員ですけれども、こちらでは薬事行政、保健所ですね、ですとか、あるいは国の厚生労働関係、あるいは地方公務員といったような公務員としての活躍の場もあります。また専門知識の幅広い活用ということでは、薬に限るところではなくて、幅広く化学産業ですとか食品産業、化粧品産業、こういったところでも活躍の場はありますし、あるいは大学やいろいろな研究機関で教育研究に携わる、そういった道も選ぶことが当然できます。こちらには実際の薬学科6年生学科の卒業後の進路、これは2017年度から2022年度までの6年間のデータを示しています。この赤っぽいのが病院薬剤師、それからこの水色っぽいのが薬局薬剤師ということで、どの年度を見ても大体この病院あるいは薬局で7割前後の人が進んでいるということが分かります。病院薬局の比率は年度によってちょっとトレンドがあるようです。それに加えまして、この緑色の部分はこれは製薬会社ということですので、製薬企業で活躍する方、あるいはこの紫色はこれ官公庁行政職に行った方です。そしてこの青色のところはこれは大学院進学、博士課程への進学をしている人も毎年若干名は出てきております。こちらには創薬科学科4年生課程の卒業後の進路ということで、先ほども申し上げました通り、創薬科学科の場合においてはこの青色はこれ進学、大学院修士課程への進学ということですが、年によって数名程度進学しない方もおりますが、ほぼほぼ 100% 近くが修士課程に進学していることがお分かりいただけるかと思います。でこちらはその修士課程2年間の大学院を修了した後の進路となっておりますが、こちら水色が研究職、それからこちらが開発職、それから技術品質管理職というのがこの濃い青色ですけれども、大体この3つぐらいで大きな割合を占めるということがお分かりいただけるかと思います。またこちらの課程におきましては、この青色の部分がさらに博士課程への進学者ですけれども、毎年 20% から 30% 程度の数の学生がさらに博士課程に進学しているという様子もお分かりいただけるかと思います。このように薬学科、それから創薬科学科で社会での活躍先というのは若干違う部分はありますけれども、総じて非常に幅広い選択肢のあるそういう学部であるということがお分かりいただけるかと思います。はい、こちら最後のスライドになりますけれども、これまで申し上げてきました通り、薬学部というところは非常に職業選択の幅が広いということで、特にこの研究開発あるいは臨床開発といったところから、より医療現場に近いところでの薬剤師として医療現場での活躍、また研究者として活躍できる、また製造現場で活躍することができる、非常に幅広い選択肢があるということを改めて確認していただけたらと思います。ぜひ皆さんにはここ富山大学薬学部に興味を持っていただきまして、そして冒頭で述べましたスローガンにあります通り、薬のプロフェッショナル薬師を目指して一緒に頑張っていけたらと思います。これで薬学部紹介を終わります。どうもありがとうございました。この度、富山大学薬学部創薬科学科の紹介をさせていただくことになりました。創薬科学科4年の榊原慎太郎です。まず、創薬科学科の概要について説明させていただきます。創薬科学科とは、卒業後に薬の開発や研究に携わる上で必要な知識を身につけ、薬を作るスペシャリストを目指す学科です。富山大学では新薬の研究に関わりたい、疾患に関連する現象や物質を発見したい、生態メカニズムの解明や新しい方法論の開発に挑戦したいといった人材の育成に取り組んでいます。創薬科学科は4年生の学科ですが、多くの学生は大学院の博士前期課程へと進学し、より専門的な知識を身につけ企業に就職します。さらに研究を続けたい、専門性を高めたいという人は、
大学院の博士後期課程へと進む人もいます。主な就職先は緑の枠に示したように製薬企業、研究機関といった薬に関連するものや、薬学の知識を生かして化粧品会社や食品会社に就職する人もいます。続いて大学の授業について説明します。1年次では教養科目が中心となります。月曜日から水曜日は主に教養科目を、木曜日金曜日は薬学の基礎となる授業を受けます。教養科目は自分で取る授業が選べるため、自分に合ったスケジュールで授業を受けることができます。木曜日金曜日には薬学の基礎となる授業のほか、医療人教育として医学科、看護学科との合同の授業などもあります。2年次、3年次では主に薬学に関する専門科目の授業を受けます。また午後から実習が入るようになります。実習では有機化学、物理学、薬理学などさまざまな分野の実験を行います。中には細胞や微生物、マウスを使った実験も行います。4年次からは研究室に所属するため、3年次の間に自分がどの分野に興味があるかを知っておくといいと思います。ここで学生の1日について紹介します。これは2年次、3年次の時のものです。大学の授業は90分で、高校より長く内容も濃いので、慣れるまでは一コマでもかなり疲れました。昼は大学の食堂や学食で食べます。左の真ん中の画像が大学の学食でよく利用しています。午後からはまた授業や実習を受けます。大学から帰った後は自分の時間を作ることができます。大学は高校までと比べて自由に時間を使うことができるので、いろいろなことにも挑戦できます。アルバイトはいろいろありますが、塾講師やコンビニ、飲食店で働く人が多い印象です。また期末のテスト期間には図書館をよく利用しています。大学の図書館は24時間利用可能であるため、大学の授業が終わった後、休日などによく利用しています。3年次の12月からは研究室に所属し、4年次からは研究室での研究が中心となります。それぞれの研究室でいろいろなテーマについての研究が行われています。スライドに示したように、さまざまな研究室から選ぶことができます。3年次までの授業の中で、この分野は面白そう、自分もこの分野で研究がしたいというものを見つけられると選びやすいと思います。また富山大学では和漢に力を入れており、和漢薬に関する研究室も多くあります。私は富山大学の分子神経生物学という研究室に所属しています。3年次までの授業の中で細胞内で起こる反応に興味を持ち、この研究室を選びました。テーマは記憶学習に関連する神経細胞の遺伝子について研究しています。研究室では先生と実験内容について相談して実験をしたり、自分のテーマに関係する論文を読んだりしています。また定期的にセミナーを行い、実験の結果や読んだ論文についてプレゼンを行います。基本的にはいつ実験をするか、研究室でどう過ごすかは自分で選択することができるため、自分でスケジュールを作ることができます。最後に創薬学科のメリットについて紹介させていただきます。創薬学科のメリットとして、実験に費やす時間が多いことが挙げられます。4年次以降は大学院を含め研究室にいる時間が多いです。4年次の今も授業の数が減り、研究室で実験する時間が多くなりました。そのため進めている実験が進めやすく、途中で途切れることが少ないです。このように実験をする時間が長い分、研究者、実験者として経験を積むことができるため、課題解決への対応力が身につきます。このような企業で働く上で必要なスキルを身につけることができるのが創薬学科のメリットと考えています。以上で創薬学科の紹介を終わります。ご清聴ありがとうございました。皆さん、こんにちは。この度、富山大学薬学部薬学科の紹介をさせていただくことになりました。薬学科6年の片山さくらです。どうぞよろしくお願いいたします。まず、薬学科の概要を説明します。薬学科に興味はあるけれど、どんな学科でどんなことを学ぶのか、あまりイメージがつかないという人が多いのではないでしょうか。薬学科は6年間の学びを通じて、薬剤師免許の取得を目標とし、薬を扱うスペシャリストを育成する学科です。富山大学の薬学科ではまず、薬剤師として
医療現場で活躍する上での知識や技能を身につけます。1年生から3年生までは一般教養や基礎薬学を学び、知識のベースを作ります。 4,5 年生ではそこまで学んできたことを生かし、臨床応用の授業や医療現場での実習を行います。また4年生からは研究室に配属され、卒業研究を行います。卒業研究を通じて論理的に考える力や問題解決能力を養います。将来薬剤師として高度な知識や技能を身につけたい、医薬品の研究開発に携わりたいと考えている方々にはぴったりな学科であると思います。次に研究活動についてお話しします。まず研究の大まかなスケジュールですが、薬学科の学生は3年生の12月に研究室に配属されます。配属前には各研究室が担当する実習で先輩に話を聞いたり、研究室を訪問して雰囲気を感じたりすることもできるため、自分の希望に合った研究室を見つけることができるのではないかと思います。配属後に自分の研究テーマが決まり、授業と並行して研究を行っていきます。そして4年生の2月には学内でポスター発表会があります。その後は実務実習などもこなしながら研究を続け、6年生の11月に卒論提出となります。富山大学には20種類以上ものたくさんの研究室があります。化学系、生物系、物理系、和感系など多くの研究分野から選択できるのが魅力です。特に和感薬を扱う和感医薬学総合研究所は日本唯一の伝統医薬学の研究所ですので、伝統ある富山大学ならではの和感薬研究もできます。実際どんな研究を行っているのかといいますと、抗がん剤の副作用の軽減の研究や未病をターゲットとした創薬研究などを行っています。私は現在、植物からアルツハイマー病の原因を取り除く物質を単離し、その作用の仕方を明らかにするというテーマで研究を行っています。このように、さまざまな最先端の研究ができる環境です。次に、実習について説明します。4年生の後期に学内の事前実習、冬には CBT、OSCE という薬学教養試験を受けます。そして5年生で保健薬局、病院での実習を行います。実務実習では実際の業務を体験し、薬剤師としての職能を学びます。また指導薬剤師の方からアドバイスを受けながら、患者様にお薬の説明などを行います。患者様の視点に立つという薬剤師としての心得を主体的に学びます。最後に課外活動について紹介します。富山大学では体育系、文化系合わせて約160もの団体が活動しており、それぞれがアフタースクールを楽しんでいます。海にも山にも恵まれた環境ですので、ウィンドサーフィン、競技スキーなどアウトドア系のクラブ、サークルも充実しています。私は杉谷キャンパスの所属ですが、呉服キャンパスを中心としたコーヒーサークル、パリスタで活動をしています。他のキャンパスの友達とカフェへ行ったり、ラテアート練習に一緒に打ち込んだりする時間がとても良い息抜きになっています。もし富山大学に入学されましたら、コーヒーを飲みにパリスタに足を運んでみてくださいね。最後になりましたが、このように富山大学薬学部薬学科としての学生生活は充実しています。この自然豊かな富山大学で一緒に学びませんか？皆様のことお待ちしております。僕の地元は薬学があんまり盛んではなくて、受験期にちょっと薬学がちょっと盛んなところを探したら、富山大学の薬学を見つけて、そこを目指して頑張りました。薬学部は学務内でのちょっと仲がむちゃむちゃいいので、そのお互いに切磋琢磨しながら勉強できるところが
とてもいいところだと思いました。今医療の中で、認知症が結構問題になっているので、認知症に関する薬が作れればなと思います。もともと私も家族も薬に助けられてきたので、私もそういう人と薬をつなげるようなお仕事に就きたいと思って富山大学の薬学科を志望しました。周りに勉強熱心な友達がとても多いことと、あと質問とかしたら時にすごく丁寧に教えてくださる教授の方々がとても多くて、そういう素晴らしい環境で学べていることがいいんだなと思います。あの人優しかったなとか、あの人すごい親切ですごい分かりやすかったなって思ってもらえるような薬剤師になれたら嬉しいです。薬物生理学研究室ではイオンチャネルの研究を行っています。細胞の細胞膜には穴が開いていて、イオンの通り道となるイオンチャネルというものが存在します。このイオンチャネルは開閉することでイオンを通し、人の体において重要な役割をしています。例えば心臓の拍動や神経の伝達などにおいてイオンチャネルの活動が必要不可欠です。パッチクランプ法という実験を行うと、このイオンチャネルの活動が分かります。パッチクランプ法は細胞にガラスの電極を密着させて、イオンチャネルの活動を電流として測定する実験です。この画面では実際にイオンチャネルの活動をリアルタイムで測定しているところです。この部分はイオンチャネルが開いてイオンが通り電流として測定され、この部分ではイオンチャネルが閉じていることを示しています。イオンチャネルは様々な疾患に関与することが分かっています。つまりイオンチャネルを研究することは生理機能の解明や新薬の開発につながり、とても重要です。応用薬理学研究室ではゼブラフィッシュを用いた研究を行っています。薬の研究において皆さんが思い浮かべるのはマウスやラットだと思います。ゼブラフィッシュは稚魚の時にその体の透明性から体外から細胞の様子が観察できることや、一度に多くの卵が生まれること、また人との遺伝子相同性が高いことが利点として挙げられています。私が行っている研究ですが、私はゼブラフィッシュ稚魚を用いた脳梗塞モデルの構築を目標に研究を行っています。脳梗塞は日本においてがんに次ぐ主な死因となっています。脳梗塞は血管の詰まりというイメージがあるかと思いますが、脳梗塞の症状は血液の行き届かなくなった脳の細胞に障害が起きて発症します。脳梗塞モデルはこれまでにマウスやラットで構築されていますが、どちらも脳の組織を取り出して観察しなければいけないのが現状です。ゼブラフィッシュ稚魚は体の透明性から体内の細胞の様子を観察できるという利点があり、脳血流の変化と脳の細胞の両者を観察できます。そのため私はゼブラフィッシュ稚魚を用いて脳梗塞モデルの開発とその治療薬の探索をすることが目標です。私たちの研究室は肥満と糖尿病が悪化するメカニズムを明らかにすることで、新たな治療法の開発を目指して研究しています。日本では糖尿病患者の増加が社会問題となっており、現在糖尿病疑いの方も含めると1000万人以上に上るとされています。糖尿病が進行すると失明や心筋梗塞、がん、認知症などの発症リスクも増大することから、糖尿病治療の重要性が高まっています。病気のメカニズムと薬の効果を確認するため培養細胞を用いて実験しています。これまでに血管が伸びることで脂肪細胞が大きくなり、肥満が悪化するということを発見しました。さらに私たちはマウスを用いて
血糖値が生体内でどのようにコントロールされているのか調べています。特に全身の臓器ネットワークが糖尿病を防ぐメカニズムを各臓器のタンパク質や遺伝子の変化をもとに研究しています。実験には PCR をはじめフローサイトメトリーや RNA シークエンス、動物用代謝装置、さらに MRI 装置といった最先端の機器を用いており、富山から世界をリードできる最先端の研究を行っています。新しい生体防御機構を発見できたときは感無量です。このような研究を通してさらに有効な糖尿病治療の開発に貢献できるよう日々頑張っています。有機化学系の研究室では、研究室独自の有機化合物の合成に用いる新しい反応の開発を行っています。これから普段使っている実験設備や実験装置をお見せしたいと思います。有機化合物は少し構造が変わっただけでも大きく性質が異なる場合があるので、その性質に応じた実験設備を使う必要があります。例えば人の体に対して有毒な、もしくは悪臭を持つようなガスが発生するような場合には、こちらの排気設備が備わったドラフトチャンバーと呼ばれる設備の中で実験を行っています。空気に不安定な化合物を扱う場合には、こちらのアルゴンラインを用います。これはアルゴンガスが入ったガスボンベにつながっておりまして、こちらに見えるようにゴム管を用いてフラスコとつなげてあることで、フラスコ内の空気をアルゴンガスに置き換えてやります。そうすることで私たちは空気に不安定な化合物も容易に扱うことができています。最後にこちらのロータリーエバポレーターと呼ばれる装置についてご説明いたします。一般に有機化合物を合成する反応には大量の溶媒を用います。そこで溶媒を除去できるこの装置を用いてやることで、私たちは目的とする化合物を得ることができています。以上ご説明した実験設備や実験器具を使うことによって、私たちは日々研究を進めています。